どうもあ、ちょっと風邪をひいちゃって不健康な文人です。いやちょっとね、こうだいぶ髪の毛伸びたから、ちょっとすごい気になったから、前々からちょっと切った首周りすっきりしたのはいいんだけど、うっさ、なんか前々からなんか風邪ひいてるんだかひいてないんだかよくわかんない状況で微妙だなと思ってたら、切った途端になんかスースーして一気になんか調子悪くなっちゃいました。不健康な文人です。そしてこの不健康な私にふさわしい、ものを、まあ、だいぶ前に2200年 TV のツッチさんにいただいたんで、これを紹介したいと思います。こんないっぱいいただいちゃいましたよ、これ。これ何かっつうと、そう、カチャンマテ茶ですね。これ何より嬉しいのは、このカチャンマテ茶は、健康に良いハーブという意味を持つカチャマイ茶に、マテ茶をブレンドしたハーブっていうです。もうハーブっつうだけでもうすごい、健康的な、まあ、すごい爽やかな感じがするのに、もう健康に良いって書いてありますよね。ちょっと風邪の引き始めたこの私にはもうもってこいのティハーブティーですね。で早速ちょっとねいただいてみたいと思います。ちょっとね、喉もなんかあれだし、身はイガラっぽいしグニュグニュグニュだしね。あすごい、なんかすごいいい香りだ。やっぱハーブっていい香りですよね。でこのお湯に今このいただいたこのティーのパックを、マテカテ茶の入ったティーのパックをこのお湯に沈めているところですね。だんだん、すごい、この香りがもういいね。すごいこの鼻にこうファーってくる、これがもう草原のごとく爽快な、そう、草原の爽快なその爽やかな感じがものすごい伝わってきてますね。もう健康ですね。じゃあちょっといただいてみましょう。あちょっと、俺猫舌なんだよな。まあ、ちょっと大丈夫、健康のこと考えれば、このちょっとこのなんだ独特のこのお茶のこのすごい濃縮された感じのこの独特のこのキューって感じがまたなんかすごいこう体の悪いものを全部なんかこう出してくれちゃうような、そんな感じがしますね。ああでもなんか気分もメンタル的にも気分的にもなんかこれ飲むとめっちゃ爽快感が味わえるね。これはちょっと今ねもうまあ不本意ながら不健康になっちゃった私にはちょうどいい、健康にいいって言いますからね。というわけで、この2200年 TV のツッチーさんからいただいたこのカテマテ茶は健康にいいというお話でした。つっちさん、ありがとうございました。それでは。